マグノス・バックステッド・マニュース・バックステッドは、スウェーデン・リン・シェーピング出身の自転車競技のプロロードレース選手。1996年プロデビュー。193センチメートル94キログラムという、ロードレーサーにおいては、規格外とも言える体格から、巨人の愛称で呼ばれる。マニュース・バックステッドという表記も多い。アマチュア時代の1993年に、 スウェーデン国内選手権のロードレースジュニア部門をすべて制覇するという驚異的な記録を残して1996年にコルストロップ・パルマンスでプロデビューした。そして1998年に初出場したツールド、フランスの第19ステージで優勝。さらに1999年のツアーダウンアンダーでは総合3位に入った。 以後しばらく特別目立った成績を残せない時期が続いたが2002年にスウェーデン選手権の個人ロード部門で優勝。翌2003年にはジロでイタリアでインテルジロ賞を獲得。さらにスウェーデン選手権では個人タイムトライアル部門優勝、個人ロード部門2位という活躍を見せた。そして2004年はヘント・ウェベルヘムで2位に入り、その後のパリ・ルーベではトリスタン・ホフマン。 ロジャー・ハモンド、ファビアン・カンチェラーラとの4人のスプリント争いを制し、6時間40分26秒のタイムで優勝。1998年のツールド、フランスステージ優勝に続いて、2つ目となるビッグタイトルを獲得した。2007年には、スウェーデン選手権の個人ロード部門で2回目の優勝。2008年からは、アメリカのプロコンチームである。 スリップストリームチームに移籍したが2月のツアーオブカタールで落ち車して鎖骨を骨折。春のクラシックシーズンを棒に振った。しかし同年のジロでイタリアでは第一ステージのチームタイムトライアル制覇に貢献した。ありがとうございます。